ポケユルチャンネル始まるよ。どうも、ヨです。今日はミモザをご紹介。ミモザは自分のトラッシュからポケモンを5枚まで選び、相手に見せて山札に戻して切る、その後山札を3枚引くという効果。新環境のトラッシュ回収枠、以前の環境ではグッズでポケモン2枚とエネルギー2枚を回収できていましたが、今回はサポートでエネ回収はありませんが、ポケモンを5体も回収できます。新環境で考えるとモココと相性がいいのではないかなと推測できます。モココは進化カードなので、気絶するとメリープと合わせて2枚トラッシュに行ってしまいます。つまりモココが2体気絶したら4枚トラッシュにカードが行ってしまうということです。そこでこのミモザが役に立ち、一気に4枚回収して改めて場にモココを展開していけるという強い動きが取れますね。どのデッキもハイパーボールで泣く泣くポケモンをトラッシュするなんて場面があるかと思いますので、ミモザが1枚デッキに入っていてもいいかもしれませんね。ミモザの強い使い方があったらコメント欄でぜひ教えてください。それではポケユルチャンネルでは自主大会であるポケユル杯を毎月開催中。詳しくは概要欄からツイッターをご覧ください。それでは